よいよ2024年の幕開け。2024年はどんな記事に注目が集まり、どんなニュースが飛び込んでくるのだろう。年末年始の特別企画として、2023年に配信された本サイトの記事の中から多くの人に読まれた人気記事をプレイバック。今回は、スノーマンの事件簿。2、スノーマンは、ジャニーズ残留の意思。岩本照、それスノ、ギリギリの状態で語ったメンバーへの思い。9人でいられる時間は永遠じゃない。9月15日、スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください。それスノ、2時間 SP、TBS 系が放送され、ダブルダッチ日本一を目指してメンバー9人が奮闘する姿が大きな感動を呼んだ。15日の放送は、ダブルダッチで日本一取らせてくださいと題し、高速ステップやダンス、アクロバットを取り入れた。2本の縄を使って行う縄跳び、ダブルダッチの日本一を目指し、メンバー9人がガチで公式大会に挑戦するというもの。しかし、ダブルダッチ初心者のため、練習を開始して1ヶ月が経っても成果を出せない上、負傷してしまうメンバーも。さらに、ドームツアー、MV 撮影、個人の仕事もあり、その合間を縫って練習するという厳しい状態。メンバー全員が不安を募らせる中、リーダーの岩本照、30が、9人で笑い合ってる時間が、あと何十年続くんだろうと、ふと考えてしまうことがあるとし、一緒に汗をかいている時間を、何かに残したいと思いながら生きていると、胸中を明かした。また、ラウール、20は、デビュー直前に、絶対売れないと言われまくっていたと振り返りながら、スノーマンは逆境を乗り越えるパワーを秘めていると断言。メグロハス、26が主演ドラマの撮影で練習に参加できないため、夜中に練習していると、渡辺翔太、30、と向井浩二、29がサポートに来るなど、9人は苦しみながらも絆を強めていった。挑戦の結果は、本番で連続で失敗してしまい、予選敗退。約4ヶ月の努力が報われず、メンバーは泣き崩れた。視聴者の X、Twitter 上の反響は、多くの感動の声とともに、岩本照さんの安心感とリーダーシップって半端じゃない。彼の存在が、このチームの大黒柱。絶対的な精神的支柱だよなど、岩本の言動に称賛の声が寄せられていた。それスノーだけは守りたい。改めて、スノーマンはメンバーが強い絆で結ばれたグループであり、9人でやってきたことの重要さがわかる回でした。また、その9人で出演している、それスノーも特別な番組です。だからこそ、ここまで頑張れたのでしょう。芸能ライター。対処の噂も絶えないスノーマンだが、少し前ジャニーズ事務所は直接、聞き取り調査を実施し、メンバーの意思を確認したとされる。9人の思いは、やめません。というもので、その理由は、地上波テレビに出たいからというものだったと言います。そのテレビこそ、冠番組である、それスノーのことでしょう。対処すれば、現在のレギュラー番組を失う可能性があります。配信時代から9人で取り組んできた大事な番組だけに、それスノはどうしても守りたいのでしょう。ジャニー氏の加害問題で揺れているジャニーズですが、その思いは変わらないはずです。全道。また、15日の放送回は日曜劇場、VIVANT、同局系で話題の富坂ドラム、31がスタジオゲストだったため、ドラムさん目当てで始めてこの番組見たけど、ダブルダッチ企画に涙涙。ジャニーズの皆さんは、忙しい中何でも真剣に一生懸命やるよね、という、ファン以外からの称賛の声も、徐々に一般層を巻き込みつつあるスノーマンの、それスノ、ジャニーズ事務所は大変な状態にあるが、それを乗り越えた9人のさらなる活躍に期待したい。2023年9月22日公開、第1位は、今後、パリコレへの道は険しいのか。1位、スノーマン対処説、メグロハスの CM 消滅よりヤバいラウールのパリコレ危機。超意味不可投稿も、ファン指名辞退。創業者のジャニー北川氏、享年87の加害問題の影響で、複数の大手企業がジャニーズ事務所の所属タレントの広告起用を見直す動きが広がっている。スノーマンもその例に漏れていないが、彼らの場合はさらに深刻で、ファンを心配させているという。スノーマンは、グループで朝日グループホールディングスの、ミンティア、メグロハスさん、26、が単独でキリンホールディングスの、午後の紅茶の CM に出演しています。午後の紅茶は、メグロさんと、
同 CM キャラクターの中条あやみさん、26、の広告効果で、6から8月累月の販売数量は、前年同期比約2割増となり、3ヶ月連続で伸長したと発表されていましたが、CM は終了します。女性誌ライター、9月8日、朝日とキリンは両社ともに現時点の契約は、満了後は更新せず、ジャニーズ事務所のタレントを起用した新たな広告や販促を展開しないという方針を発表している。この他にも、数多くの企業がジャニーズから手を引く旨を相次いで発表している状態だ。特に外資系企業、海外でビジネスをしている企業は今後、ジャニーズと距離を置くと考えられます。海外は、日本以上に児童に対する加害は非常に重く取り扱われていますからね。それだけにファンの間で危惧されているのは、ラウールさん、20、の仕事への影響です。前導、ラウールはデビュー前からパリコレクション、パリコレを目標にしており、2022年6月に都内で行われたイベントでのランウェイがデジタル配信される形で目標を達成し、ジャニーズ初のパリコレモデルを務めた。さらに今年1月には、イオジー山本 PORHOMME2023-24A/W コリビオンにも出演し、本場パリのランウェイをパリコレモデルとして歩くことも叶えた。しかし、今回のジャニー氏の一件で今後、パリコレの仕事は厳しくなってくるのは間違いないだろう。すでに、パリコレとも親和性が高いフランスの高級宝飾ブランド、カルティエは、開催予定のイベントに来、マイ、FT2 の玉森裕太さん、33、を起用していたのを、出演取りやめにしたことが9月12日に発表されています。パリコレ界隈も差別や偏見、パワハラなどに関するトラブルが問題視されていますが、それだけコンプライアンス重視の姿勢を厳しく出しているということですからね。思えば、国内でジャニー氏の九段の報道が加熱していた6月に、ラウールさんは意味不可なことを言っていましたね。前室の女性誌ライター。ラウールは6月27日にグループの公式インスタグラムにて生配信を行ったが、そこで、本当はね、ファッションウィークがあるからそれに向けて頑張っていたんだけど、いろいろとダメになっちゃってという理由で1週間スケジュールが空いてしまい、代わりにロサンゼルス観光をしたことを明かしていた。ラウールが6月のパリコレに出れなかったのは、やっぱり原因これだよね。中役、どれだけ頑張っておるのか、画面越しでも伝わるのに。悔しい。本当悔しい。ラウールが6月のパリコレについていろいろダメになっちゃったから、って言ってたけど、ジャニー氏の加害問題が原因ではないか?といった声が SNS にも多く寄せられたのだ。メイク兵の意味するものとは、ワイドショー関係者は話す。スノーマンは、恩師である滝沢秀明氏、41、が立ち上げた事務所、トベに移籍するのでは?という話が絶えず言われ続けていますよね。少し前に事務所内部で行われた聞き取り調査では、地上波番組に出たいからが大きな理由として、彼らは対処の意思がないことを伝えたそうですが、当時とまたかなり状況が変わりましたからね。ジャニーズをめぐる状況は本当に悪化の一途をたどっていますよね。加えて、ラウールさんが、先のジャニーズ事務所が会見の日に意味不可な投稿をしたことも、注目を集めています。ジャニーズ事務所は9月7日に都内で会見を行い、藤島ジュリー景子氏、57、に代わり、東山紀之、56、が新社長に就任することや、加害を事実と認めることなどを発表していた。その同日、ラウールはインスタグラムを更新。9月2日に行われた、第37回、マイナビ、東京ガールズコレクション、2023オータムスラッシュウィンターの写真を添え、メイクヘイ、と、一言だけ綴っている。これは、チャンスを逃さない、逆境を利用するという意味の言葉だ。この現状に、事務所を辞めずに立ち向かう意思表示なのだろうか。問題が収束しない限り、ラウールのパリコレへの道は険しいな。グローバルな大企業が続々とジャニーズ切りしてんだからさ、パリコレなんて立たせてもらえるわけないよね。対処、移籍なんてありえてしまうのかな。スノの兄たちはこの事務所にいる限り、ラウールがもうパリコレに出れない。この事実もわかってるよ。そのあたり含めてこの先どうするかみんなで話してるだろうけど簡単には手放してもらえないだろうね。株式会社スノーマンできればいいのに。ファンからの心配と悲しみの声が絶えないラウールのパリコレ問題。ラウールは、そしてスノーマンは、決断のタイミングは近づいているのだろう。
2023年9月13日公開。画像、一つ一つが芸術。パリコレ危機、ラウール、半分が足の神スタイルが放つ躍動感あふれる、モデルウォーク。第37回、マイナビ、東京ガールズコレクション、2023オータムスラッシュウィンターにて。